エンゲルベルクにおける宗教カトリック教会プロテスタント他のクリスチャン、またはその他の宗教情報なし、記載なしエンゲルベルクはスイス連邦オップバルデンン州の基礎自治体でスイス中央部の代表的な山岳リゾート地である。ン州内ではニトバルデンン州を挟んで飛び地となっている。エンゲルベルクは12世紀創建のベネディクト派修道院を中心に発展した。 エンゲルベルグの地名はドイツ語で天使の山を意味する。標高3239メートルのキトリス山への観光拠点として知られる。エンゲルベルクは1122年にトラブシーの牧草地としてすでに利用されていた地に修道院が設立された時、初めてインジェロパークとして歴史に登場した。1850年頃より、 正常な空気を求めて各国から観光客が訪れるようになり、観光業の先駆者であったカッターニやヘスケ、オーダーマットケによって多くのホテルが建設された。1872年から1874年にかけて新しい道路が開作され、1898年にはスタンスシュターとエンゲルベルク電気鉄道が開通した。世紀末にはハイキングや 山岳スポーツが発達し、1903から1904シーズンにエンゲルベルク発のウィンターシーズンを迎えた。1913年にゲルシュニアルプ・ジャーシュニアルプまで、1927年にトリプゼートラブシーまでケーブルカーが伸びた。1938年にはアルペンスキー世界選手権が開催された。1967年には ティトリス山の山頂付近にあるクラインティトリス駅までケーブルカーが付設された。2000年においてエンゲルベルクの労働人口の4分の3が第三次産業、特に観光業に従事している。夏はティトリス山観光とハイキング、冬はスキーを中心に世界各国からの観光客や滞在客で賑わいを見せる。エンゲルベルグの南に位置するティトリス山の山頂には 一年中万年雪と氷河が広がる。麓のエンゲルベルグからティトリス山頂付近のクラインティトリス駅までゴンドラとロープウェイを乗り継いで上がることができる。最終区間となるシュタンとクラインティトリス間は世界初の回転空中ケーブルロッテールロー,オーテアが運行している。クラインティトリス駅にはレストランや展望テラスに加え氷河洞窟。 グレッシャーパークなどの観光設備が整っている。また、ティトリス山頂付近にはヨーロッパ最高地点となる長さ100メートルの吊り橋が誕生した。中間駅トリプゼー付近にある山頂湖周辺には多彩なハイキングコースが整っている。12世紀に建立された修道院は18世紀末までエンゲルベルグと谷一帯を統治していた。 修道院協会のパイプオルガンはスイス最大級のもの。修道院には現在もなお約30人の修道士が生活を送っている。敷地内にはチーズセンターが併設され、チーズ製造のデモンストレーションも行われる。エンゲルベルクは中央スイス地方で最大級のスキーリゾートとして知られている。 10月から5月の長期間滑走可能で上級者向けの難易度の高い斜面が多い。近年、リフトでアクセスできるキトリス山の山頂やヨッホパスから滑り降りる北斜面はオフピステの滑走を楽しむ多くの特に北欧からのスキーヤーにとってのメッカになってきている。谷川を挟んで北側のブラニーのスキー場は初心者向けの緩やかなコースが中心だが、 南に面した斜面であるので雪質、シーズンの長さとも、ティトリス川よりは劣る。アルペンスキーに加え、クロスカントリースキーコースも整備されている。また、エンゲルベルグの村中心部に近いグロスティトでは、スキージャンプワールドカップが毎年開催され、多くの観客を集める。ティトリス山の北斜面に広がり、チューリヒから南に直線距離で 65km ほどである。 エンゲルベルクの面積は74.85平方キロメートル、そのうち28.5%が農地で24.5%が森林、3.1%が道路や建物などの都市化部分、43.9%が河川や氷河、山地などである。平均の標高は1020メートル、最高点はキトリス山の3239メートルである。 エンゲルベルクの人口は4279人、2009年には22.3%が外国籍であった。2000年の統計では88.2%がドイツ語話者、また人口の26.2%が19歳以下、58.3%が20歳から64歳、15.4%が65歳以上であった。 エンゲルベルクでは1年のうち157.9日で降水があり、年間降水量は1510ミ、mm、リメートルである。6月から8月は月に180ミリメートル前後の降水がある。平均気温は7月が最高で、摂氏14.1度、1月が最低で低く、摂氏2.7度と年格差は大きくない。ありがとうございます。